チャオ、あんちゃんです。今日は一人くら寿司です。はい、ということでね、くら寿司もう早速ね、注文した3皿注文したけど、一発目やっぱりシーサラダと中トロと、これ今限定のみかんサーモン、みかんサーモンだね、なんかそんなんそんなん、ちょっと待ってね、調べるね、これちょっとこれ気になるの、8宇和島産みかんサーモン、みかんの味が口の中に広がるフルーティーなサーモンですって書いてあるね。それ注文しました。はい、ということでね食べていきたいと思います。あ、OK、 暑いからね、お水もひとつよいしょ一人でね、今日はね、昼2時今だからすごい落ち着いてんの、静かいお店なんだ。お寿司はね、ほんまは静かにこうやって食べたいんだけどさ、いつもの時間やったらさ、バタバタギャーギャーするから、まあいいねんけどさ、それはそれで楽しくてねはい、ということでいただきますよね。お菓子あらへん、じゃあ調味料さ、これ近づけて、醤油醤油わさび、熟成マグロ食べたいな、熟成マグロ食べようかな白鳥狩りやって、今すごいなんか色が変わるからね、なんかね、うな丼があるの、シャリのうな丼、これちょっと気になるんだけど、うな丼食べたら他の寿司食べられるってなるやんか、なんか悩んでんの、ちょっと色々食べたいものいっぱいあるの、熟成マグロ、ちょっと食べてみよう。あんまりいいお寿司ね、ヒカルはマグロ大好きだけど、あーちゃん甘いマグロ、まあ、嫌いじゃない、好きやの方やけど、あんまり食べへんのよね。では、シーサラダいきます。いただきます。あん。あんまり、無理に言って今。みんなさ、あんまり喜んのか、無理に言ったったらタイミングで言ったよ。無理って言うとダメだね。意識するとそうなる。こう、すごいわよ、でも、うん。うん。あ、シーサラダ美味しい、最高。では、中トロさん行きましょう。うん。中トロにも甘だれでございます。じゃあお寿司にも甘だれ早いから、素材殺しって言われるけどまご注文の品が間もなく到着いたします。うんうん、微妙、やっぱり中トロはダメだよね、量の言うと悪くないよ、大トロほどとろける感がないから、うん、では熟成マグロはどんだけ熟成されてるのか、うん、あぶんなこぼれへんかってよかった、いただきます。みかんサーモン、そのまま食べてみよう。おお、みかんの味がする、ほんまにすごい、みかんサーモン美味しいよ、うん、とてもお醤油いきましょう、
の一環です。あとね、みかんのアイス、おいしいおいしい、これサーモンも生で、ね、生サーモンおいしいよ。おいしいね、みかん。うん、ピーサラダは浜寿司のがおいしい。ピラはね、歯応えがすごい美味しいでね。歯ごたえとか考えたら、ハンマーです。どういうことね。もう食べたら気になるな。もう海老からのマグロも気になるな。いろいろ見ていこう。マヒマヒ。マヒマヒってね。天然サワー、よろしく。何に一貫もいいか。これなんかこういうの。この、蔵の社長が食べてほしくない。一番儲からへんのが、ウニ一貫盛り合いとか。食べたろ。100円やと安いと思うけど、でも味からいけばちょっと切るかな。でも何やろ、美味しい。あれまた味あんま良くないな。100円に多く求めるな、その通りでございます。はい。ぶちぶちね。シャリカレーパンも気になるね。白鳥なんでしょ。白鳥
なんかね、天ぷら粉を食べたかったのか。それ以外はないけどね、月替わりか。もういいや。塩取り替え、17番の方に。ないじゃん。うん、塩取り替え売り切れでした。ショコン。カリカレーにしようかな。ちょっと悩んでおります。あのね、もうちょっと絡むな。うん。こんなにもらんのつけ。ちょっと美味しそうな。イカズってても美味しそう。ブルーチーズ。味ってもう、これも美味しそう。なんかちょっといろいろ惹かれるものがあるけど、イタリア産なんだよね。イカゲ、イカゲソって言ってみましょう。あ、ホタテ食べたい。ホタテ食べよう。ホタテがあったから食べます。ホタテ好きやね。わさびが足らん気がするな。いかん、いかん。ポン酢いきましょう。ポン酢でお酒。おいしいけど、お醤油、うん、あ、天ぷら来たらエビやった、うん、いや、来ます。あ、10秒。寿司屋さん、寿司はあ、どんどん忘れてない。茶、茶目、定番の定番のお茶目ですね。何かあ、イカで食べる。もうちょっとお腹痛くなってきたしね。お腹痛くなってきた。注文できるんですよ。シーフードさんが4巻、うん、6巻9巻です。実質 4.5 皿です。お腹いっぱいなんていいでしょ。あ、大きい。こんな大きいよ。わあ、これこれなんかもう無理にのしたみたいな。これでしゃべろうとろう。
何か落ちたよもうただでさえ少ないシャリが落ちちゃったよまあいいけどさ、しよう。これ別で食べた方がいいかな。あっ、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 天ぷらの皮寿司、うん、いや、美味しいよこれ天かす寿司あ、結構お腹痛まるなこれ。ほんと食べるよ天ぷらだけ。おまけで足が一本ついてる。これすごいシャリが小さくて食べにくいよ。もう大体ですね。これ見ていかない。それってね、最高はすごい。めっちゃまた長いね。うん、美味しい感じだ。お寿司はごちそうさま。デザート行きましょう。結局、不中間でした。中間でお腹いっぱいになった。うん、でも、見かけね、美味しかったよ。ただ、あの、見てからになるけど。今じゃコーヒー行くんだけど、今日はコーヒーじゃなくて、かき氷行きましょう。この間に。
っとこうか。ロイヤルホームセンターがシャレになってる。ここでそこでツイートしていたら、インスタもいろいろやってるとね、いろんなところに切り替わるね。間違えた、タグ付けをしまった。また戻ってたくれ。で、コーラを食べたいと思います。シャリコーラかき氷、シャリシャリコーラ、何だか残っちゃう、何でもいいわ。では炭酸の匂いがする。ちょっと美味しいな。シャリコーラってね、甘酒の炭酸みたいな感じやって、何にならん、うん、これが氷にかっこよくない、美味しいよこれ、うん、いいいいいい、うん、さっぱりするわ、うん、合うね。この前さ、テレビでやっとったんよ、くら寿司。なんか食べに行きたくなってさ、寂しいわ。ああ、待って、あと気になる。
最近ちょっとね根性が座ってきて一人ランチができるようになったんよ、うん、ちょっと進歩したでしょ。じゃ一人ランチができへんかったんよ、ね、できるよ今は、うん、なら一人ラーメン屋さんは怖いな、なんか良いかな、怖いっていうか、うん、怖い、うん、で一人焼肉も良いかな、一人食べ放題なんて絶対無理やし、頑張ろう、いろいろやろう、うん、まあねスタッフの人がいてて一緒に食べに行けてるんだけどね、うん、いいよ、うん、なんか幸せ、うん、うわ、夜じゃ当たらへんだけどね、なんかあと3皿食べな、もう一回回らへん、あと3皿もう食べな、うん、なんていうことでね、と思うんで、なかなかね、よし、半日取られるのは、いつか2時間取っていこう。ほんま来週までできたんだけどな。お前、金かかっちゃうからな。もう金か仕方ないんだけど。ちょっと、今日で仕事で、頑張らないと思うから。コメントくれね、ごめんごめん、放送事故みたいになったけど、うん、うわ、なんか、えないのが回ってきた見たいって、薪がパッカン開いてるね昨日のね、うん、怒りのアラビアータ動画コメントしてくれてるから、思わず呼んでしまうね、うん、だからね、いつも思うね、あっちゃんねるのアンチっていうか、いろいろ書いてくれてる人、まあ、アンチとあっちゃん思ってないけど、まあ、俗に言うアンチって言われる人、まあ、真面目な人なのかなって思う、うん、だからあっちゃんみたいなバカな人、あっちゃんみたいにいい加減でバカなのが受け入れられへんやろな、でも自分以外自分やっぱ真面目やから、あっちゃんみたいにバカな人見たら面白いんかな、だから見てくれてんのかなって思う、ありがとうね、ほんまに思うわ、あっちゃんもね、煽ったりなこと言ったりするけど、ほんまは感謝してんのよ、まあ見てくれてるからね、何でいいわ言うとるけど、うん、自分さ見込んじゃって、なんか失礼やけどな、これ行くと多分ね、帰り動けんくない、こんなの隣で、隣の業務スーパーでお買い物して帰るからさ、うん、美味しい、なんかもう満足やな、
美味しかった。満足です。ごちそうさま。帰りましょうか。お会計ボタン押しそう。長さでした。では、一回回り、バイバイ。